阪神タイガースの高山選手の一軍昇格の可能性が見えてきました。高山選手の現在の状態と入れ替え候補の一軍の選手を見ていきます。そして同じく崖っぷちの北条選手の状態についてもご紹介していきます。まず高山選手の入団から現在までを振り返っていきます。東京六大学リーグの最多安打を塗り替えて、ヤクルトとの競合でドラフト1位指名で阪神タイガースに入団ということになりました。そして1年目は打率が2割7分5厘、ホームランが8本、136本のヒット、65打点、出塁率3割1分6厘、OPS が 0.707 という成績を残しました。坪井さんの持つ球団シーズン最多安打記録を塗り替えて、長嶋さんに次ぐ NPB 公式記録2位の安打数を記録しまして、新人王を獲得しました。この時は本当に期待されて高山選手1位で取ってよかったっていう感じだったんですけれども、打撃でも守備でも安定感を欠くような感じになってしまっていて、徐々に出場機会が減っていってしまいました。そして守備指標が高く出やすいレフトのポジションでも、1年目から大幅な守備指標のマイナスを記録してしまっていて、なかなかバッティングの成績が下がってしまうと、そこまで盗塁もできる選手でもないし、長打がものすごくある選手でもないし、守備もなかなか上達しないということになると、使いにくい選手になってしまって、スタメンでの起用が減ってしまうと。2019年には打率が2割6分9厘、OPS が 0.705 と、一時的な復調は見せました。しかし好調は続かずに、岡田監督の就任もあって一気に期待感っていうのが上がったんですけれども、数多くのチャンスの中で結果を残すことができずに、現在も2軍での調整が続いてしまっているというような状態になっています。では高山選手1年目これだけ打ったのになぜここまで打てなくなってしまったのか、その原因を見ていきます。高山選手は1年目からもともとボール球スイング率が高く、なおかつストライクの空振り率が高いというような特徴がありました。ボール球、悪球をうまく打つとも言えるんですけれども、逆に言うとストライクボールの見極めがちょっと苦手で、ボール球に手を出してしまいやすいというような特徴もありました。そして高山選手の一番の悪い癖として、バットのヘッドが遠回りしてしまうというような特徴があって、いわゆるドアスイングなんですね。なのでインコースを厳しく2年目からガンガン攻められるようになって、成績が下降してしまったというふうに言われています。金本監督も、ドアスイングだからね、バットインサイドに来た時にタイミングが遅いから差し込まれる、でも一番教えるのが難しい回転軸は完成されている、あとはバットの出し方とタイミング慣れの3つだね、今のままでいいと思っていないでしょうというコメントをしていました。ただ2年目以降、この本当に課題のインコースっていうところがなかなか改善されなかったということですね。当時の片岡コーチも、打ちをさばくためにね、どうしてもバットが遠回りしていたから、左打者はどうしてもそこを克服しないとというコメントになっています。左打者の典型的なインコースをさばくのが難しいというような特徴があるようで、特にガンガンインコース攻められてしまって、高山選手はなかなか調子を上げていけなくなってしまったということですね。では高山選手が現在やっと一軍昇格の可能性が出てきたと、こちらについても見ていきましょう。高山選手は岡田監督にものすごく期待されて、キャンプでもオープン戦でも積極的に起用されたんですけれども、結果を残すことができずに開幕は2軍スタートということになっています。そしてしばらく開幕してから絶不調が続いていて、打率が1割を切るというような時期も続いていました。もう高山選手を出場させて若手選手の出場機会を奪うの良くないんじゃないかと、そんな声も上がっていたんですね。ただ徐々に成績を上げておりまして、ここ最近は5試合連続安打もありまして、打率がかなり戻ってきました。2023年2軍の成績が2割5分9厘、ホームランが5本、打点が26、出塁率も3割5分を超えておりまして、 OPS も 0.750 を超えてきたという段階ですね。現在ファームにいる外野手の中では、いつぼ選手に次いで2位の OPS という成績になっています。もちろん1年目のいつぼ選手に負けてるっていうのは、ちょっと物足りないところではあるんですけれども、まずまずの成績は残していると。本当に崖っぷちの状態である高山選手で、もう本当に最後のチャンスという意味でも、1軍に昇格させて試すという可能性は十分あると思います。今季の2軍の中では現状としては打率もかなり高い状態になっておりまして、今が高山選手にとっては、ピークとまでは言わないですけれども、かなり調子がいい状態というのは間違いないと思います。もうここで近本選手も怪我をしているということで、上がることができないと、正直もう上がれるタイミングがないという感じですね。1軍の状態的にも高山選手の状態的にも、もうここしかないという感じではあります。では高山選手が1軍昇格となるのであれば、誰の座を奪うことになるのか、こちらも見ていきましょう。
現在一軍の外野陣は森下選手、ノイジー選手、ミエセス選手、島田選手、前川選手、そして小野寺選手、この6人が登録されています。守備固めかつセンターを守ることができる島田選手と好調の前川選手、この2人が外れるということはまあおそらくないという感じですね。そして森下選手もセンターで存在感を見せつけておりますし、岡田監督も評価が上がっているという段階で今後も一軍で期待するというような選手ですね。ノイジー選手、ミエセス選手、小野寺選手、この3人は場合によっては降格もありえますね。特に小野寺選手なんかはベンチを外れるということもありますし、ノイジー選手、ミエセス選手は思っている以上に結果が残らないというのが開幕からずっと続いている状態です。左の代打で、糸原選手はいるんですけれども、やっぱりツーベース以上欲しい、長打が欲しいっていう場面で使えるような代打の選手っていうのがいないということもあって、左の代打としても出場機会があると思います。ノイジー選手やミエセス選手がこのままの状態であれば、高山選手がライトもしくはレフトのスタメンで出場するという可能性も出てくると思います。左ピッチャーの打率はまあちょっと高山選手低いという感じはありますので、右ピッチャーの時は高山選手が出るということもあるかもしれません。外野手は現在絶対的なレギュラーっていうのが近本選手が抜けたことによっていないので、入れ替えの可能性っていうのは十分あると思います。では同じく崖っぷちの中堅選手、北条選手の状態についても見ていきましょう。北条選手は矢野監督の評価っていうのは結構高いものがあって、クライマックスシリーズでもスタメン出場なんかも2022年あったんですけれども、岡田監督に代わってから、岡田監督から一切コメントが出ていなかったりと、なかなか評価が上がっていかないという選手ですね。そして年齢的にも28歳という感じで崖っぷちの状態であります。2軍でのトータルの成績が2割3分2厘ホームランなし、打点が8つ、出塁率2割9分、OPS 0.554 という数字になっています。一時的に打率2割中盤まで上げた時期もあったんですけれども、現状としては相当厳しい状態になってしまっていますね。7月に入ってからはスタメンの機会っていうのも結構減ってきておりまして、ちょっと2軍での起用法も変わってきたのかなという感じがありますね。遠藤選手とか高寺選手とか、こういった選手がいますから、なかなかスタメン起用も難しいと。頑張ってほしい選手ではあるんですけれども、現状1軍の二遊間は小畑選手、木浪選手、中野選手、このあたりの選手がいますし、バックアップも上田選手であったり熊谷選手がいるということで、入っていく場所がなかなかない状態ですよね。北条選手は代打に起用するにしては、ちょっと打力が弱いということもありますし、なおかつ走塁であったり守備でも大きな特徴がないということで、やっぱりそうなってくると足が速い上田選手、守備がうまい熊谷選手、このあたりがバックアップで入るということになりますよね。このままの状態が続いてしまうと、正直戦力外通告の可能性っていうのも出てきてしまいますので、なんとかここからもう一度成績を上げて一軍昇格を狙ってほしいと思います。以上です。